流れていってボールに届くか。追いつきました。さあ川西シュート、先制点 FC 岐阜、川西見事なゴール決めました。ダイレクトボレー。松岡が中央逆サイドに振る、クロスを上げられるか、軽く逆サイドに振るヘディング、頭で落としてゴール、同点1対1。右から矢沢達也、縦にボールを送る高崎、頭でスルーして富樫でというところでしたけれども、さあ中央で富樫、右足でゲット、決まりました。オフサイドではありません、富樫が決めた。今日はセレモニーも行われましたけれども、見事なゴール2対1。八木下、少し出しどころを迷って臼井が動き出しています。臼井ワンタッチで前を向いてクロス、加賀の対応、こぼれている末木のところ、こぼれてシュート、ブロックして田中、まだあるか、押し込んだ、富山が先制。前半の28分、最後押し込んだのは平松、今シーズン2試合ぶり9得点目。下川、薩川、森川です。そして下川、森川へのラストパス、最後は薩川、押し込めるか、ネットが揺れました。さぬき先制です、0対1。キッカー染谷、終盤についに先制ゴール。 PK を染谷が決めて1対0。7番中村から左、さあどうする、中央からここ寄せていきたい鳥取です。17番南藤シュート、先制、17番南藤です。攻めて攻めて構成に転じて、ようやく八戸が1点を取りました。17番の安藤か、安藤シュート、シュートストップ、もう1回まだ残ってます、シュート、八戸0対2。決めたのは須藤、昨日バースデーの須藤がバースデーゴール、86ゴールになります。フェルナンジーニョ決めてきました、10番が決めてきた、鳥取1対2、差は1点、まだ時間はある。ガッツポーズを繰り返す10番のフェルナンジーニョ。もう一度吉田、そして吉永抜け出します、クロスから、うーっと、トカチ決めました、先制します。福島ユナイテッド、トカチの先制点。もう一度作り直します、上原からレオミネイロコントロール、あとはシュート、シュート、ポスト、もう一丁プッシュ、決め切りました、タイスコア戻した、ようやく追いついた、今治がここで追いつきました。岡山決めました、ナイスカット、フリーです、橋本陸、橋本シュート、キャッチできず、プッシュです、また勝ち越しました。最後は田村亮介、これで1対2、終了間際85分に落として押し上げる、オフサイドのフラッグは上がっていない、右はたく合わない、回り込む、クロスが入る、対戦時にもゴールを決めています小谷、新里カット、中に入ってきた、シュート決まった、先制モレラと、岩手が決めました、モレラと今シーズン4ゴール目。
カットインから素晴らしいシュートがありました。岩手先制0対1です。だからヘッドでそのまま最後高橋が押し込んだでしょうか。熊本がまずは先制です。熊本は一旦エリア内へ、新保と吉成が両サイド、左足振り抜いてきた、決めた、同点ゴール。フリーキックを今度はセレッソは直接叩き込んでいきました。